はい、今ゴールド帯で沼ってる方は高評価お願いします。はい、どうもお疲れ様です。 TI クランのルーでございます。すいません、また2日ほど動画トーク休んでしまいまして、左足の親指が巻き爪になってて、ちょっとバイキンが入って腫れて、多分そっからねちょっと発熱して38度とかね。はい、他にもね最近いろいろありすぎてちょっと配信頻度も、かなり下がっているんですけど、今日からはね多分ね、安定して活動できるかなと思うんで、ご安心いただければと思います。さて、とうとう ALGS リージョンファイナルのね、アジアが終了しました。こちらの上位8チームが世界大会に出場が決定したわけですね。まさかのあのチームが敗退するのかとかね、いろいろ思うことはあると思います。 TI は前回も言いましたけど、ウィーク5で敗退してしまったので、4月19日のプロリーグ入れ替え戦からと、なります。皆さんまたね、応援よろしくお願いします。そして世界大会ってのはね結構夢がありまして、賞金総額いくらか知ってますか？はい、500万ドルだそうですね。500万ドル、夢ありすぎやろ。しかしね、毎度毎度世界大会の優勝は TSM かダークゼロなんですね。 APEX のこの5年の歴史、5年間全部 TSM とダークゼロですね。そろそろね日本チームの優勝待ってます。今回1位通過フナティックでしたね。フナティックは結構熱いんでやってくれるかもしれません。ちなみにアメリカの3月10日のデイ8の時点での総合順位1位のチームご存知でしょうか？今のアメリカの1位はやっぱりねダークゼロですね。マジで強すぎやねん。なんでいつもダークゼロやねん。アンチとかさ、なんかめっちゃ遠いとか絶対にあるはずやん。なんで安定して1位やねん。うん、世界大会でダークゼロとかね TSM に勝てたらマジでね熱いですよね。ちなみに賞金総額500万ドルって何円か知ってます？5億じゃないからね。7億5000万円です。めっちゃ円安。今年はアメリカで金利が下がる予定なんでね、ある程度円高に進むとは思いますが、とはいえね、皆さん、ちょっと話変わりますけど、円だけで貯金してたら、インフレで実質的に貯金減ってっから、マジでね、投資した方がいいっす。今、マクドナルドのビッグマックって480円なんですけど、20年前は250円だったんですよね。多分ね、今から20年後、1000円とかなってますね、マジで。ビッグマックに限らず全てのものの値段が30円で 1.5 倍とかかな。だから円だけで貯金するの危険なんでね、皆さん投資しましょう。投資とか怖いわーとか思ってる人多いんですけど、円しか持ってないのは円だけに投資してるのと一緒なんで、そっちの方がリスクでかいからね。あ、別にこれな、どっから証券会社紹介する案件とかじゃないですよ。ただガチでやった方がいいっす。はい、ちょっと脱線しましたけど、ちなみに世界大会プレイオフの日程とか場所はまだ情報出てないんですよね。日本とかでね実施されたら暑いんですけどね、まあ、多分海外でしょうね。ちなみに交通費は選手しか出ずにコーチは出ないらしいんで、コーチは飛行機自腹だそうですね。うん、出してあげて。はい、ってな感じで競技シーンはねバチバチに盛り上がっているんですけど、我々一般ピーポーが気になるのはやっぱ競技よりもランクですよね。シーズン20のランク事情の方が気になるわけです。ってな感じで今季のランクの分布なんかを見ていこうというわけですね。今シーズンが始まったのは2月13日なので、もう1ヶ月も経ったわけですよ。さっき言うとくわ。今マスター目指してる人、前シーズンとか前々シーズンみたいに簡単にマスターいけないから、覚悟して歯を食いしばれよ。まず今シーズンはね、スプリット制やねん。だからもう3週間しかないんですよ、スプリット1が。今季マスター目指しててまだゴールドの男、俺ガチで危機感持った方がいいと思う。ガチで危機感持った方がいい。それこそが、お前がどうあがいてもマスターになれない理由。お前最後にランクやったのいつ？他のダイヤ隊の男と戦ったのいつ？チーターに理不尽なやられ方したのいつ？ないでしょ。弱いって。それじゃなれないって。なんて厳しい言葉を投げかけましたけど、実は、今季はゴールドでもすごい！プラチナでもすごい！っていうぐらいランク難しいです。まず、APEX のリアルタイム人口が41万人くらいいるんですけど、プレデターの人数、まあ当然750人。マスターの人口何人か知ってます？たったの1900人。もうこの時点でやばいってわかるよね。1ヶ月以上ランクやってマスター人口1900人ですよ。大丈夫？あと3週間やで。いや、やっぱ、マジで危機感持った方がいい。毎日8時間ランクやで。じゃあここで全体のグラフ出しちゃいましょう。はい、ドン！いや、ちょっと触ってやめたやつ多いな。もうちょっとプレイしてくれ。とはいえ、今シーズンの APEX 人口はここ数年でもトップレベルに人口多いんで、ご安心ください。ルーキーは 42%、ブロンズは 12%、シルバーは 14.2%、ゴールドは 19.3%、プラチナは 11.3%、そしてダイヤは 1% 以下。
てなわけで、今ゴールドの1、2くらいの人はもう上位タイなんですよ。エイペックスうまいです。さて、なぜ今期のランクは全体的にランクが低いんでしょう。昇格戦もなくなったはずです。まあ一番大きな理由はランクリセットですね。全員ルーキーからスタートしたから単純にランクが全体的に下がっているわけですね。ただこれは初心者にとってはかなり厳しい制度となりますね。どんな初心者も最初は最強プロとマッチするわけですよ。最初だけじゃなくてランクをちょこちょこの頻度でしかプレイしない猛者とも、初心者がずっとマッチする可能性があるので、初心者中級者にとってはかなり難しいランクとなっているわけですね。皆さんがあれだけ文句を言ってた内部レートマッチがなくなると、やはり初心者にとっては最初のうちは厳しい戦いを強いられるんですね。その点だけを見れば内部レートマッチは確かに機能していたことでしょう。しかし内部レートマッチは面白くなかった。どれだけランクが上がっても成長しても敵の強さが変わらないからです。今の RP マッチングもみんなが適切なランクに行けばちょうどいい試合になるはずですね。そして全体的にランクが低い理由の2つ目がコストです。今期のランクは参加コストがえぐい。シルバー20、ゴールド40、プラチナ60、ダイヤ80、プレマス100です。マジでえげつないコストですね。シーズン13もかなり厳しかったんですが、今期の方が厳しいはずですね。そして今期のランクは順位よりもキルポイントが重視されるんで、キルなしで順位を上げても最悪マイナスなわけですよ。なので、高ランク帯ほど恐ろしいほどのキルムーブが強いられます。そのキルムーブについていけないとは漏れないシーズンということですね。しかし今シーズン皆さんが忘れてる仕様があります。ほとんどの人が意識してないんやけど、今期は連続で5位以内に入ると10ポイントもらえます。3連続で20ポイント、4連続で30ポイント、5連続5位以内で40ポイントが毎回もらえます。だから毎回5位を狙う意識をすることでゴールド帯の人はコストがゼロになるんですよね。皆さん5位以内意識してましたか？それで漏れない言うてるようじゃこの先心配ですよ。今日この動画で意識が変わったって人はね、ぜひ高評価よろしくお願いします。てなわけでキルムーブするもよし、5位以内に入るもよしということで、選択肢が与えられてるのが結構いいなって思いますね。一応 X でも今期のランクについて聞いてみました。難しいが20、ちょうどいいが57、簡単やんが5ということで、まあ、ちょうどいいっていう方がね多くを占めていました。ちょうどいいという割に今ダイヤ帯が全然いないんですけど、まあまあまあ全員ルーキースタートやったから仕方ないかなと思いますね。まあ、ソロやと厳しいっていう意見が結構多いですね。以前の内部レートマッチングの時はソロとかデュオの方が盛りやすいっていう時期とかもあって、うまくね調整はされていたんですが、今期のランクマッチング、 RP マッチングでは、例えばそのプラチナの自分がソロで行っても敵もプラチナで、ソロとフルパのごちゃ混ぜやと、まあソロやと厳しいかなと思いますね。ソロ特有の何か処置があればいいんですけどね。ソロはソロ同士と当たり合いするとか、そういう機能あるんですかね今。はい、というわけであと3週間切ってるスプリット1、これね、スプリット2のランクリセットの仕組みどうなるんでしょうね。スプリット2も全員ルーキースタートやと、今シーズンマスターマジでむずいんで、まあ2段階落ちとかなんですかね。その辺の仕様また分かりそうなね、動画でお伝えさせていただきます。それでは動画の後半、今期めちゃくちゃ競技でもランクでも使用人口が増えてるブラハを使ってね、ランク回していきましょう。本編どうぞ。ブラハ70、バンガン70。あと 5% か。いた、なんか来た、そっち。こっちいいね。グレーいっぱい投げる、グレーいっぱい投げた。ウィングマンだ、やばい。グレー投げて、グレー投げて、余った余った、グレー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 。これ何かいるの？打ちたい、打ちたい、一人やった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 。ウィングマン怖い、ウィングマン怖い。あ、ちょっと全然違う方や。 あ、落っこっちゃった、やっべ。これやりに行こうもん、これ。その奥、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 その奥いるよ。ここ一応、ミッド割ってね。そこいるからね、ここいる、いる、いる。これ、ウルト私の。オッケーオッケー、ナイス、ウルト。うん、医療キット巻いてる。スキャンするよ。俺まだ13秒ウルト続くから。はい、はい。スナイパーもないよね、そいつら。あ、ここもいんのか、やばい。かかりまーす。オッケーオッケー。武器変えたい、武器変えたい、武器変えたい。もかある、もかある、今ならあるよ。オッケー、武器変えました。今しなんちんだかんで。あ、これまず。スキャンする。やべー、投げ物持ってないんだよな。結構しんどいって感じじゃない？いや、意外と大丈夫、意外と大丈夫。はい、
耐えれてる耐えれてる。まずい。いやごめんなさい、見食らっちゃった。いやごめん、いやきついこれ。いやーグレーやグレーが全然足りへん。うふわ、優勝できなかったな。